ピンキーだよ。今日はですね、久しぶりにピンキーの音楽講座を開きたいと思います。以前、フルコンボへの道の動画をアップしたとき、すごい反響でして、初めてコメントくださる方も多くてね、ピンキー素直に嬉しかったです。フルコンボへの道の続編早くやってーなんていうね、お声もたくさんいただいております。ありがとうございます。第2弾の台本できてるんですけどね、ちょっと今リアルな話をしますと、家を建ててましてね、引っ越しなのでちょっとここ数ヶ月バタバタするかなっていったところがちょっと本音なんですけれども、ピンキーの音楽講座フルコンボへの道、もうシリーズ定番化しそうなので、今年中に第2弾お届けできるよう、ここで約束したいと思います。そういえば2ヶ月前に初めて行った友達と遊ぶパーティープレイ5回目の模様もね、動画アップまだしてないです。編集追いついてなくって、楽しみにしている方本当すみません。今年中にはアップします。まず今日の特別講座、プーさんの新楽曲お腹グーグーを徹底解説する前に、前々回の番組でピンキー皆様に一つクイズを出したのを覚えていますでしょうか。お腹グーグーとウリ二つ、そっくりなミューパレオリジナルの楽曲があるのですが、その曲名は何でしょうっていう質問ですね。ピンプルピンキーチルドレンでもそういう難しい話はわかりませんというね、お声もあった中、素晴らしいですよ。数名ビンゴ、答えをねピタリと当てた方がいらっしゃいます。では正解した回答者さんの発表をしたいと思います。アドガチャコさん、丸山舞さん、那須ハヤトさん、カイトさん、フートさん、どれだろう、ピンキー漢字苦手で間違ってたらごめんね。で最後にアリスさん、コメントしてくださり本当にありがとうございます。そしておめでとうございます。視聴者さんの中には音楽に詳しい方もいらっしゃるようでね、ピンキー嬉しいです。さてクイズの答え合わせですが、お腹グーグーとウリ二つの楽曲はシンデレラの仕事の歌、夢は密かにでした。両方の楽曲で似ている点っていうのがね、ヒントでしたよね。まあ掘れば掘るほどたくさんヒントがねあるので、ここですべーって語るともう1時間は優に超えてしまう動画になっちゃうので、手短にまずはポイントだけリスト化しますと、1つ目は2曲とも音階がまず同じ E フラットメジャー、まあ変方蝶々のことですよね。2つ目、テンポは違うけど同じ4拍子。お腹グーグーがちょっとゆっくりめですよね。タンタタンタンタンタタンタンってこんな感じでしたよね。で、仕事の歌がちょっとテンポ早いですよね。こんな感じで。タラタラタラタタタラタラタラタタっていうね。で、三つ目のポイント。イントロのコード編成が同じ。四つ目は一番の大ヒントだったのではないでしょうか。ピンキーの番組、知っていたらミューパレ博士シリーズでもおなじみのあの杉山氏が編曲してましたよね。5つ目、アレンジャーが同じなのでね、2曲ともまあベースラインの持っていき方、あとはノイズや SE、まあ、効果音だよね、の入れ方が非常に似ています。6つ目、盛り上げるときは必ずね6連符なんですよ。タタタタタタって感じでね。7つ目、1曲の中に生徒と、まあ曲の抑揚ですよね。その要素がね、必ずあるんです。で、8つ目。こちらも大ヒントですよね。2曲とも歌ってるシンガーさんが同じ。ピンキー、また音楽専門用語並べてるよ。嫌味だなぁ。と思ったあなた、お任せください。あ、やばい。ショボネットピンキーの口調になるところでしたね。音は悪いですけれども、ピンキーわかりやすく生ピアノで弾いてね、実演しながら新楽曲を徹底解説していきたいと思います。かなりディープなお話なので、まあ疲れないようにね、前編後編と2回に分けて解説していきたいなと思っております。
뜨거워.